紳士淑女の皆々様、ごきげんよう。ハリガネットワークへようこそ。ハリガネマガルです。リターンオブゼオブラディン。続きからやっていきましょう。もう前回前々回からね、いろいろ見返してまいりました。まだ分かってないのってどんなんだっけな。ちょっと見てみますかね。店長。おっさん、タクボーカー、板垣くん、ジョン・デイビーズは、石原、天気予報士。全然覚えてない。吉住くんです。シャルルとルイ、ボブポ、口ひげのダバダ、ジェームズ・ウォレス、あ、ワシズね。ウィンストン・スミス。この名前だけだと顔出てこねえな。誰？ああ、はいはいはい。サミュエル・エル・ジャクソンね。はいはい。で、マーカス・ギブス。これ決めてなかったね。決めてなかったら、どうしようかな。ほほ、コケオ。適当すぎる。知らない間にパッと決まっちゃったからね。トーマス・セットン。料理人、あ、いきなりステーキね。エミル・オファレル。パーフェクト・ヒューマン。そして、クリスチャン・ウォルフ。あ、ケテケテ。オーラス・ビア・テル・モジャジャ。ダンカン・マッケイ・チキン・ヤロー。ヘンリー・ドルトン・ドクター・ドルトン。エドワード・スプラット・画家さんだね。アビゲイル・ホスカット・ウィッテレルはアビゲイル・ホスカット・ウィッテレルです。ヌーツィオ・パスクは、まあ思い出したくもないイタリア人ですね。シニョールですね。パチエ・パチミ。リム・ブンラン・イチヨウ・ヒグチ。ソバヤ・高橋さん。こいつも決めてなかったね。あー、ナマズ。はい。もう呼ぶことはないだろうな。ズンギ・サーティ・フクミミ。ビリッフダールが産地ゼロ。ポールモス。ポールモス。ポールモスは、あ、ケン・タカクラだ。サミュエル・ギャリガンはギャリガリだね。ギャリガリ。ロデリック・アンダーセンはニセ・ロデリック・アンダーセン。デビー・ジェームス・ナンバラさん。ピーター・ミルロイ。あ、三兄弟の長男、バクシ君。次男の視察くんですね。で、三男少子くん。オミットグール、ペルーシャ。ティモシー・ブーテメント、ティモブー。こいつ、あ、こいつが入れ墨のやつか。ね。で、あー、ここだ。この中国の方たちね。まだ分かってないですね。誰がハゲメンチで、誰がハゲメンチで、誰が V3 なのかね。あとは偽オヘヘもいたね。初代偽オヘヘ。誰だろう。ニコピー、マバー。マバーはもうマバーだからね。もう結構僕の中じゃ有名ですよ。ルイス・ウォーカー・ハゲヒゲ。レオニード・ポルコフ。これジャックマンヒューね。アラルクス・ニキシン。アラルクス・ニキシンはロシア人の、これも決めてなかったよね。すごいね、これ。もう、なんだろう。若白髪だな。この絶妙なラインがね。白いライン。若白髪。はい、若白髪です。おでこすげえ塩入ってる感じですけどな。若白髪で。はい、お願いします。アレクセイ・トポロフ。これは、はい、推定ドイツ人ですね。ロシア人ですけど。ネイサン・ピーターズはイングランド、デンマーク野郎。裸の大将だね。デンマーク野郎をボッコボコにした。で、ラーズ・リンデがボコボコにされたデンマーク野郎。ジョン・ネープルズは、あー、これ五大老の一人だね。ちょっとこの人ももうつけようがないね。ジョンにしておこう、ジョン。レンフレッド・ラージューブ。ここら辺ももうパッと見た瞬間にもう死んでたからね。全然決めてなかったね。
まあ、極力つけるですからね。はいはい。これもう、インド人バババって、もう死因とか番号とか、番号間違えたことがね、一番のショックで、それが記憶に新しいな。ハマド・ディオムはハマドゥさんですね。ハマちゃんですね。え、ブレノさん。アレクサンダー・ブス・中尾さん。パトリック・オヘーガンはオヘヘヘヘ。ジョージ・シャーリー・はじめじいちゃん。サミュエル・ピーターズは兄さん・ピーターズですね。はい。ほぼほぼ決まりましたね。リー・ハン・ジャン・ジェ・ホン・リー・リー・ウェイ。ここなんだよな。本当に全く分かってないのがここなんですよ。もうちょっと見たいんだよな、ここら辺な。ちょっと見させてもらっていいですかね。まずは、みんなで一緒に寝てるところをもう一回見に行こうか。あれは、ワシム。ワシムが、亡くなってるとこだよね。あ、じゃないか。あっちか。これだ。中国の方たちが寝てるのはここだよね。で、これがリーウェイ。ハゲメンチだよね、オリジンの。41。リーウェイ41。はじめじいちゃんと一緒に談笑しているとこ見たから、リーウェイは間違いないね。リ・ハン・ジャン・ジエ・ホン・リー。この3人。で、この中で、なんか見れる情報あるかな。足しか映ってないもんね。くるぶしソックス。あ、お、あれ、あ、お、じゃあ、あー、足元おしゃれする派、これ足、そうだよね、これね。これ結構おしゃれソックス履いてて、これくるぶしソックスでしょ？これが、ちょっと厚底というか、少しソールが厚めのやつだね。あ、これは、結構、バラバラに分ける。これ大事なファクターなんじゃないか？え？足元を見れるところってなんだ？スケッチで見れるか？スケッチだとちょっとわかんねえか？こいつとこいつとこいつだもんね。不明、不明。まずは、じゃあこいつ V3 は首ちょんぱだから、あ、近くかちょっと行ってみよう。これカニ星人に首ちょんぱ、これだよね。あ、これだけでももう結構わかったか、今の。おしゃそうじゃんね。おしゃそう。あ、膝上ソックスなんですね。なるほど。一番のおしゃれさんじゃないですか。あー、ご覧ください。このシーズンの一番の流行りです。汚い柄の入ったハイソックスです。膝の上まで上げるのが今年の一番のトレンド。OK。おしゃれソックスが、
番号が揮発性のねちょっとメモリーしか持ってないんでね、ちょっといちいち戻らせてくださいね。間違ってちゃうことだからね。おしゃれソックス、おしゃれソックス V3、 おしゃれソックス V3、 おしゃそ V3、 おしゃそ V3、 サンキューおしゃそ V3、 サンキュー、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 おしゃそで V3。 ジャン・ジエがV3 で合ってるよね。おしゃそう。で40が40くるぶし、38が厚底、38厚底よそじでくるぶし、三八厚底よそじでくるぶし、三八厚底よそじでくるぶし、覚えておきましょう。さあみんなで一緒にせーの、三八厚底よそじでくるぶし。まずこいつ感電ブックマークで地図、雷のエフェクトは見れねえんじゃねえか？近く近く。記憶がなくなる前に。三八厚底よそじでくるぶし。あ、これビンタされてるところ？ビンタされてるところ一番近い。と言ってみよっか。忘れるぞ。早くしろ。忘れるぞ。ダッシュボタン。こう長いことこのゲームやらせてもらってるけど、ダッシュボタンを切に今望んでおります。三八厚底よそじでくるぶし、厚底よそじでくるぶし、いきなりステーキビンタでバッタン。三八厚底どこ？みんなの記憶に残るぐらい連呼しますよ。アンパチアツゾコよそじでくるし、いきなりステーキビンタでバッタン。あ、こいつだ。あ、こいつ、あ、こいつハゲメンチリーウェイ。他、他どこだ。あげ、あげ、あげあげ、あげ、あげ、こいつあげ、あげだね。あ、違う、V3 だ。おしゃそうの V3 だね。あー、はい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 。揚げ麺。揚げ麺。揚げ麺、これ、三八か？三八かな？あー、微妙だな。ハゲ、ハゲ、いや、違う。これ、ちょっとわかんないな。影の違いかな。三八厚底よそじでくるぶし。他の記憶見よう。あれだと厚底かくるぶしかわかんねえな。他。三八厚底よそじで、あ、くるぶし。忘れんな。ほっと、マジで。忘れそう。頑張れ、俺の大脳神秘室。もしくは海馬。ここがいきなりビンタ。と、上がってすぐで、雷で、あー、じゃあここかな？こいつか？高橋さん。三八。はい、あげだね。あげ、
厚底です。三八厚底よそじでくるぶし三八だね。三八で間違いないね、これは。へーはい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 、だからへい、ここが三八リハン。血を見るか、くるぶしかどうか。だからリムブンランのとこかな、ここら辺の記憶でしょ。ここら辺のどっかにいたよね。ギャリーとベンベン、おそば、これだね、これだよね。はい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 、これがチンネ。うわーわっ、いやくるぶしっぺーなー。あとパッと見た感じこっちの方が年いってそう、よそじっぽいから、こいつが40なんじゃないかな。いやまだわかんねえな。でも多分合ってるはず。あーくるぶしだね。よそじのくるぶしだね、これ。ちょっと年がいもなくくるぶしソックスないで履いちゃって、大丈夫だよな。この判断の仕方で合ってんのかな、これ。お三八厚底よそじのくるぶし、よっしゃー、合ってたー。あー、三、こんなんわかんねえって。こんな足元のおしゃれまで注目しろなんて、お前、おら、ピーコじゃねえんだからさ。ピーコのファッションチェックってまだやってんのかな。よっしゃ、中国の方たちが全員分かったね、これで。で、もう人物を特定してないのは誰もいないっていうことになりましたな。OK。だね。よし。他は、なんか、たくさんコメントいただきまして、あれに乗ると、エンディングだぜ、みたいな感じをね、いただきましてですね、極力、ここで、全部見たい。思い残しはないようにしたい。もうないよね。ここもなんかいっちゃん最初から読み直せみたいなことも書いてあった気がするんだよね。序文、この式を読んでるということは、君は今オブラディン号の戦場にいるものと思う。私はいずれこの日が来ることを見越し、動線が辿った数奇な運命の一部始終をこの式にしたためた。しかし、健康状態の悪化が著しく、ごく大まかなあらましを書き残すのが精一杯だった。君が今、オブラディン号上にいることは、極めて重要な意味を持つ。この船で何が起きたのか、その真相を君自身の手で確かめてほしい。1ページ以降に記されている内容を見て、君は少なからず驚くことだろう。しかし、時期に 何もかも特進が行くはずだ。この懐中時計を用い、全乗組員及び乗客の身元と彼らに何が起きたのかを探るのだ。各省に正確な事実を記録して、手記を完成させた後、保証付き郵便にて、モロッコのフランス人駐在所まで郵送してほしい。ただし、取引の省の内容は今は伏せさせてもらう。私はその顛末を把握しているが、今は他者の目にさらす時ではないと判断した。ヘンリー・エヴァンズ。
ここである情報として言うと、モロッコのフランス人駐在所、まあ3カ所ほど噛みましたが、ヘンリー・エヴァンズがモロッコのフランス人駐在所にいるっていう情報かな。フランス人、ヘンリー・エヴァンズがフランス人、フランス人駐在所だもんね。イングランド人だね。チャールズ・マイナー、モロッコのフランス人駐在所、他にフランス、フランスしている、おフランス、フランスのフランフランは、ヘンリー・エヴァンスがここに手紙を送ってほしい。でもフランス人駐在所、チャールズ・マイナーがモロッコにいるってこと？もしくはヘンリー・エヴァンスがでもフランス人駐在所だもんね。フランス人駐在所、駐在所ってことはフランス人がいる場所だよね。大使館とは違うのか？どちらにしろ、このよくわかんないこの二人は、モロッコにいる。どっちか？まあ、ヘンリー・エヴァンスの方が確率高いかな。実際こっちに送れって言ってるわけだからね。生存でいいのかな。まだ選んでない項目あるよね。捕食とかさ、投資とか、毒殺なんかも選んでないよね。これからあんのかな。考察とかも選んでないよな。生存で一回選んでみようか。アゾレス諸島、アフリカ大陸、カーボベルデ、カナリア諸島、ヨーロッパ大陸、英国、西インド諸島、大西洋の島、中東、東インド諸島。モロッコだとしたら中東だよね。ヘンリー・エヴァンスは中東で生きている。もしくはチャールズ・マイナーも中東で生きている。まあ、ないと思うけどね。一応ヘンリー・エヴァンス最後ちょっと見てみっか。どこにいんのか、どこにいんのかっつうか、こいつをブックマークして、失踪脱出だよね。だから今ブックマークつけたんで、時系列的に最後のところ、ああ、そうか。ここら辺、これは前だもんね。ここら辺で乗って脱出してんだよな。一旦これ見に行くか。これは、ポールモスか。ポールモス、ポールモスは、あそこで打ち上げられてるね。ここでケンタカクーラーをメメントモーテムして、あ、ポール危ない。懐かしいね。もうすでに懐かしいな。うーむ、パチエとパチミと乗ってます。あれ、これは、あ、ナンバラだ。あー、ナンバラ、あー、ダバダは、なんか他に、ぽいアイテム持ってるか？わからんねえ、こっからどこ行きますよっていう。
ナンバラが一緒にいる。パチエとパチミとナンバラが一緒にいる。かなんかないか。ちょっとジャックマン・ヒューのやつ見に行くか。ジャックマン・ヒュー、これさ、海の外に捨てようとしてたってことだよね。もしか撃たれてダランってなってるのを助け起こそうとしてたってことか。うーわ、撃ってんねー。ナンバラは上がってんね。上に来ようとしてんね。こっからどこ行きましたがわからんな。ここにな、ボブッポも一緒に乗ってりゃなんかわかったような気がするんだけど。こんなもんかな。わからん。ボブッポはモロッコじゃない気がするな。ボブッポはどこ行った。ヘンリーわからん。ダバダーはわからないです。ボブッピング、ボブッピング、こいつは破滅の章で、違う。ボブッポをブックマークして、で一番最後の時系列、破滅の8、ここでいいのかな。そうだね。破滅の8だから、奥さんところをメメモすりゃいいんだな。ここで待ってーって呼んでたんだよね。ドルトン、ドルトン持ってかれてんな。あれ、ドルトン、これはもう行かれたと判断して良い感じかな。ドルトン行っちゃったね。ボブッポ刺しててまだわかんない。ここで手持ってかれてんだ。ボブッポ刺してんだけど、ここでやられたかどうかわかんないな。ドルトンがモンスターによって持ってかれてしまっていることはわかりましたね。これ死んだってことでいいんじゃないかな。あるか？連絡か？これこそ捕食かな。あの状態で生き残るってことはないでしょう。もしかしたらドルトンがね、話せばわかるって言って、私は何ということをって、イカ野郎が改心したとか、そういうことがありえるかもしれないけどね。捕食、化け物。よし、行こう。いやーもう、ダメだ。これ以上掘り下げてわかるか？一旦時間がいいところになってしまったので、ここら辺にしておきたいと思います。もう乗るかな。まだここ調べてないんじゃないのってあったら、ぜひコメントで教えていただければありがたく存じます。それでは次の動画でもお会いいたしましょう。